先週までは雨だったのですが、滞在中は天気がいいようで、5000元がもらえるキャンペーンをやっていて、ほとんどの人が当選して受け取るための行列ができている中、ここはやっぱり外していくっていう。幸先いいですね、最高。当選して5000元がチャージされた IC カードをゲットする予定だったのですが、とりあえずトークンを買います。日本でいう紙の切符ですね。最初に見つけたコンビニで好きなデザインのヨーヨーカーを買って1000元をチャージしました。通常は100元だけど、これは120元、多分ライセンス料とかそういうやつです、知らんけど。酸欠っすね。お父さんとお母さんで子供を挟んでいく、このサンドイッチスタイルをよく見かけました。今回の旅ではホステルを4カ所移動します。いろんな視点からお気に入りを見つけたいなと。大きいサイズのスーツケースが入るし、荷物を広げられるスペースも十分です。バスは手を挙げてアピールして止めます。バスの前か後ろどちらからでも乗ってよくて、とにかく乗るときと降りるときの2回ヨーヨーカーをタッチすれば OK です。三越に向かって D モンスター台北スタジオです。日本の会員ならサポートの方とメールでやり取りして予約できます。台北の男性パフォーマーがマッチョすぎ笑った。シーリン用地に着いたのが8時前で、もう人多すぎ。これよく見る顔の大きさくらいあるジーパイですね。おすすめ情報とか一旦忘れて気の赴くままに進みます。やっぱり台湾の提灯かっこいいよね。総合っていう全部のせの麺線です。初日は生ものは避けようと思いつつも、うっかり生ガキが入っていたので、熱いスープに沈めてから最後に食べました。やっぱり料理っていうのは茶色いのが一番美味しいですね。台湾は全体的に塩分控えめの薄味なので、とっても好きな感じです。夜市で10元の効果をできるだけ作ってきました。ホテルの朝食がいい感じ。9分に向かうために TRA に乗ったのですが、方向を間違えました。どんどん離れていく9分、停車駅が全然なくて台中あたりまで来ました。どうせなら引き返すのではなく、このまま知らない土地を楽しんでしまえということで見つけました。登山道の入り口、こんなことが書かれているようです。ずっと楽しいアスレチックな木道を歩いていきます。そういえば方向を間違えた電車の中でマゴマゴしていたら、車内掃除のおばさまに声をかけてもらいました。翻訳アプリでやり取りして車掌さんに事情を説明してくれて助けてもらいました。海外で自分がマイノリティになった時、どれだけ心細いかを思い知りました。日本でも声をかけて精一杯手助けしてあげようと思いましたね。回復アイテムを売ってる人。1号から4号登山歩道まで行く計画でしたが、時間が遅くなりそうなので、ここで休憩して2号登山歩道で帰ります。このペットボトル 700ml だったんだなと。竹が密集していて、風で竹がしなる音。寝院に、起き院に。1から5号路がつながっているので、自由にルートを組み立てられます。混み始めるであろう6時までにサクッと食べて台北に帰ります。これぞ夜市という見た目の面白さ。ほとんどの人が取ってたこの何かの蝶のようなもの、歯ごたえコリコリで美味しかったです。
あ、to go。 To go, okay. Okay, 自由席のチケットを買って間違いなく台北方面へ。バスに乗ってから座るまでが早くなりました。めっちゃ急発進することがあるので。今日の B 門は35分間のショートプログラムです。QR コードを読み込んでスマホでオーダーするタイプです。定食のご飯、味噌汁、キャベツがおかわり自由でした。味噌汁がちょっと薄い台湾風な以外はほとんど日本の大戸屋の味でした。クオリティ管理とシステム化できているのがすごい。ホテルにチェックインして洗濯。イカのとろみスープをいただきます。これ多分イカの団子です。肉厚でしっかりとしたイカが美味しかったです。食べ終わったらすっかり人だらけ。パイクーを食べ歩きしましょう。めっちゃ大きいパイクーかと思ったら犬ですね。こっちが犬、あ、これがパイクーです。カレーをなんでラップしたものです。夜市でインドっぽいものを初めて見たのですが、食べやすくて相性はいいでしょうね。めちゃめちゃ並んでます。茹でた落花生ですね。日本だと千葉でこういう食べ方します。これもお兄さん蒸し上がっちゃってる。タピオカ入りのトーファー。いっぱいで座れないということで2号します。はい、ハオチー。行き先を登山口にして Google マップがナビするままに到着。とにかく登山道の整備が素晴らしいです。ここチーシンシャンは活火山なのでそこら中もくもくです。日本から持ってきたスポーツ羊羹。鉄の香りが強いタイプの硫黄泉で40度くらい。草津温泉の公衆浴場のように浴槽と荷物棚が同じスペースにあるワンルーム型の温泉でした。水着着用の必要はなく裸で入れます。温泉後の足湯。
ちょうどいい場所にあったので、つい昨日は味噌汁が薄く感じたのですが、日によって差があるのか、自分の舌が驚異的なスピードで適応し始めたのか、とても美味しく感じました。すごいいろんな種類のダンス。豚の散歩、注目されてたからこの光景は台湾の人とてだいぶ珍しいんでしょう。現地情報を得るには現地の人とお友達になるのが一番ということで、 Tinder でマッチした台湾人の女性と急遽夜市に行こうという流れになりました。ざっと調べたら、この夜市にはミシュランのビブグルマンに選出された屋台が3軒あるようです。これ豚の角煮と煮卵、タケノコ、キャベツというバランスのいい弁当的な内容で美味しかったです。何が入ってるのか、なるほどね。子供の頃に夜市で食べたケバブ的なやつとのこと。多分この夜市で一番人気のタロイモ団子です。食べなくても熱いの分かるよね。なんでこんなもの取ってるのかなっていう感じなんですけど、あそこにいるんですよ、鳩が。道に立ってプランを練ってたら、気づくと目の前に立つインド人っぽい人、ハッピーニューイヤー、おでこのチャクラがスーパーラッキーみたいなことを言われたので、すごくいいことが起こりそうです。旅先で動物園に行くことが多いんです。広すぎてシャトルトレインがあります。2時間ぐらい歩いて疲れたので、これに乗って帰ります。日本でも行けるし、そこまでモチベーションは高くなかったのですが、本場のディンタイフォンは日本と味が全然違うよと昨日聞いたので、やはり来ました。整理券をもらってアプリで順番を確認、オーダー手前まで進めておきます。サンラータンは一番好きなスープです。カゴの中で一緒に蒸されたいくらい美味しい。ごちそうさまでした。ドリンクスタンドで買ったハニーウォーター、まんま想像通りの味、コンビニにもよく売ってます。普通に自分でプッシュしててすご。台湾で犬を連れてる人が多いです。休日の夕方と平日の昼に続き、今回は平日の夜です。時間帯によって客層と雰囲気が違うのは日本と同じくですね。ちょっと気になるお店の隣で洗濯中。
ルオスーフン、これカタツムリじゃなくてタニシで取ったスープを使ったライスヌードルのようです。閉店30分前でもう店員さん掃除してますのでね、あんたあっち座るとえいやで言うてね。オーダーシートを記入してレジに持って行って先払いみたいなことが書いてあります。豚肉が入ったパリパリタニシ麺にします。味はサンラーの酸っぱ辛い感じで、具がとにかくパリパリでめちゃくちゃ美味しいです。この豚肉の皮のパリパリがすごい。完食完飲です。ごちそうさまでした。たまたま入ったお店で最高に美味しかったこれです。旅の醍醐味を詰め込んだような麺でした。小豆バー的なものを買います。いつかこの煮卵を行ってみたいですね。近くのコンビニで一番イケてるパッケージのカップ麺を中心としてミクスチャーな朝食を組み立ててみました。古い建物を利用した素敵な3階建てのスタバ、窓際のこの席で仕事します。台湾に限らずどこにでもあるスタバとここにしかないスタバがあるよね。 UL 系のアウトドアショップで日本のブランド山と道も取り扱ってます。住宅用のマンションなので1階でインターホンを押して入り口を開けてもらってから2階に行きます。日本ではレアなものもあったりしました。アークテリクスとマムート、真ん中はフェールラーベンですね。最近日本でもちょいちょいって感じだと思うんですが、台湾で使ってる人を何人か見かけました。日本でいう居酒屋のようなルーチャオは一品の量が多いので2人で行くよろしいです。この近辺はルーチャオが連なっていて、なんとなくノスタルジーな雰囲気で選んだ昭和台湾というお店です。1階が空いたので移動しました。朝食で人気のフードコートですが、今並んだら明日の朝になりそうなので諦めます。よりディープなエリアに来ました。写真撮って丸つけて指差しで注文です。おにぎりを卵入りで。台湾はちゃんと美味しいものを安く食べられるのが魅力ですね。アジアは米が美味しいですよね。中からおかずがたくさん出てきました。朝から空いててクオリティが高い博物館です。MRT に比べると古いタイプのローカル線です。まるで日本にいるような光景です。台北よりも暑い気がして、実際に気温が 2,3 度ほど高いです。
台南の街の雰囲気がノスタルジックでいい感じです。例のカフェです。ピーナッツバターのトースト、アップルパイ、コーヒーです。センスの塊のようなお店でした。自分の名字が林さんだったら爆買いしてたと思います。
通りかかった時に運ばれていたフルーツ盛りを見て足が止まりました。総合が全部乗せということを覚えたので、多分これがフルーツ盛り合わせ。昭和だ、昭和すぎる。グレープフルーツに砂糖乗っけて食べてた子供の頃を思い出した。あー、幸福度が高すぎる。ごちそうさまでした。台南から台北に戻ってきて、ホテルの近くでご飯。ハオッチー。朝の9分、いつか9分のホテルに泊まって朝と夜の9分をたっぷり楽しみたいなと思いました。キールン山に登ります。9分の街を上から見るのもいい。山頂について息が切れてたら全力イン。ヌネコ村で猫を撫で回してきます。昨日食べたフルーツで一つわからないものがあったのですが、これですね。レンブっていう栄養豊富なフルーツでした。
泰式定食ごちそうさまでした。食後の蜂蜜ケーキ、さらにケーキの後の小豆バー。台湾に来て3つ目だと思いますが、これが一番硬いです。美味しかったです。芝生が気持ちいい場所です。川があるのかなと思ったら、そういうことではないみたい。クリエイターのマーケットという感じでした。四十三の一つ、シャンシャンです。25度で暑い。一口目は健康ランドの薬草湯の味です。あとはすっきり飲みやすいお茶という感じ。臭豆腐も揚げると臭くないって言いますが、これはニンニクが効いててかなり美味しい厚揚げ焼きという感じです。辛さもちょうどよくて美味しかった。これどうかしちゃってるくらい美味しいです。最後に挟んでるのはバターですね。本当に美味しいので、夜市で何食べていいか分からなくなったらこれ食べてみてください。マジでやばい。ホテルに戻る直前に小豆バーとお茶を買っていくのが日課です。サンドイッチという気分ではなく、これこれ、豚まん、ニラまん、温かい豆乳。今日は暑いです。
昭和レトロなカフェでカレーとソーダ。デザイン雑誌とか眺めるの楽しいです。適当に歩けば楽しいエリアにたどり着くのが台湾。霊言同士じゃないですか。スイカ頭キョンシーになってたな。台湾ビールにも種類があって、 Only 18 Days は賞味期限が18日間しかない生きた新鮮なビールです。ここで出会えるとは。あっさりした台湾ビールに奥行きと幅が広がった感じでした。マルゲリータにもう一杯ビールを追加。小豆バー行くタイミングですが、元気が出そうなドリンクとプリンバーです。おかゆ、オモセブン大阪。ここに泊まると大阪が好きになります。ジャンジャン横丁とか新世界も近くて活気があるエリアです。部屋にパイン飴があるので、自分で食べる以外にも常に持ち歩きましょう。はい、飴ちゃんと言って人にあげると喜ばれます。作業がはかどるスペースです。
梅田の B 門。ホテル生活で助かる小鉢多めの定食。ここの塩マヨめっちゃ美味しいです。